人で遊ぼっかな。二人とも待って、遊ぶ前に虫除けスプレーしよう。そんなの必要ないだろ。蚊に刺されても知らないよ。モテる男はそんなの使わないんだぜ。じゃあ僕らだけでも。ペケッツおいで。はい。なあ見て見て、クモさんが飛んでる。そんなバカな。で本当に飛んでる。ああそれはね、虫の意外すぎる雑学クイズ6000。問題です。なぜクモは空を飛んでいるのでしょうか。お、ルイのクイズ来た。来た。1、目には見えない小さな羽があるから。2、電気の力を使っているから。3、おならがすごすぎるから。4、本当は飛んでなくて糸にぶら下がってるだけ。さてどれでしょう。はい、1番、見えない羽がついてるに違いないんだよ。4番だな。やっぱりクモが飛ぶなんておかしいからな。正解は2番の電気の力を使っているからでした。なんだって電気の力ってどういうことだ。クモは自分の糸をパラシュートみたいに広げて空気中の静電気を捉えることで飛ぶことができるんだ。しかも富士山よりも高い 4000m も飛べるんだって。そうなの。富士山よりもすごすぎだろ。クモは静電気の力で空を飛ぶ。クモが空を飛ぶなんて知らなかったぜ。今度葵ちゃんに教えてびっくりさせようっと。正解率 20%。 いやー、蜂だ。あれはミツバチだね。と、ここで問題です。ミツバチは遠くに出かけても迷子にならずにちゃんと巣に戻ることができます。さてどうしてでしょうか。またまたクイズだ。1、道に目印をつけている。2、GPS 機能が備わっている。3、記憶力がいいので道を覚えている。4、地図を持っている。さあどれでしょう。2番、スマホみたいに GPS 機能がついてるんだよ。俺は1番だ。蜂蜜をいろんなところにつけて目印にしてるんだぜ。正解は3番の記憶力がいいからでした。なんだって。ちなみに3キロくらいの距離でも覚えられるんだって。あんなに小さいのに。ミツバチは記憶力がいい。あんなに小さいのにミツバチさんすごいね。正解率 60%。 なあ見て見て、カタツムリさんだよ。ほんとだ。ノロノロしてて可愛いね。そうだ、カタツムリでクイズないのか。あるよ。やった。それでは問題です。カタツムリの歯はいくつあるでしょう。1、1本、2、32本、3、1万本以上、4、ない。さてどれでしょう。歯なんてないんじゃないの。だから4番。意外にも1本だったりして、俺は1番。正解は3番の1万本以上でした。なんだって。小さい歯が1万本以上もあって、コンクリートでもヤスリのように削って食べてしまうんだよ。コンクリートも。カタツムリの歯は1万本以上。コンクリートも食べるなんて食いしん坊なんだな。ちなみにコンクリートからカルシウムを栄養として吸収してるみたいだよ。正解率 10%。 お、ミミズだ。ミミズさんってどっちが頭なんだろうね。前に進む方が頭だよ。と、ここで問題です。ミミズは何ができないでしょうか。1、食事。2、うんち。3、前に進むこと。4、バックすること。さてどれでしょう。1番、お口がなさそうだもんね。俺は4番、前にしか進めないんだぜ。正解は4番。ゴーンジさん大正解です。よっしゃ。ミミズは前にしか進めないから進んでる方が頭ってことだね。なるほど、ミミズは前にしか進めない。それじゃあ食事はちゃんとできるってこと。うん、口は目立たないけどちゃんとついてるからね。正解率 50%。 ペケッツ、顔に何かついてるぞ。顔。あ、それはテントウムシ。取って取って。俺に任せろ。ここで問題です。テントウムシはどうやって身を守るでしょう。次の選択肢の中から正しいものを全て答えてください。1、臭い匂いを出す。2、苦い液体を出す。3、毒を出す。さてどれでしょう。1番と3番、臭い匂いと毒で身を守るんじゃない。これは引っ掛け問題だろ。どれも当てはまらないんじゃないか。正解は全部でした。全部。テントウムシは身の危険を感じると足の関節から臭くて苦い毒汁を出すんだ。まさかこの黄色いのが毒。そうそう、それだよ。くっさー。テントウムシは臭くて苦い毒を出す。テントウムシを捕まえた時に手につく黄色い汁って毒だったのか。気をつけよう。正解率 90%。 なあ、蚊だ。おい、どうして俺ばっかりに来るんだよ。ゴーンジだけ虫除けスプレーかけなかったからじゃない。おい、ルイ、カテクイズないの。蚊か。あ、それでは問題です。蚊の主食は何でしょう。早押しでお答えください。はい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 。これは簡単だぜ。それでは二人で同時にお答えください。せーの、チブンブン。なんだって。違うの。チ以外なんて聞いたことないぞ。正解は何なの。正解は花の蜜でした。花
花の蜜？うん、実は蚊の主食は花の蜜で、血を吸うのは産卵前のメスだけなんだ。え？じゃあオスは血を吸わないのか？吸わないよ。知らなかった。蚊の主食は花の蜜、蚊といえば血だから、これは意外だよね。警戒率 5%。 そしてねねるい、蚊が花の蜜吸ってるところ見たい。蚊は小さいし、見つけるのは難しいと思うよ。そっか、それならこの何でも引き寄せられるアイテム、引き寄せるで蚊をたくさん集めて見てみようと。もうそんな変なことやめてよ。さあ花の蜜を食べー。わーい、すごいすごい、本当に蚊が花の蜜吸ってる。本当だ、僕も初めて見たって。ゴンジ？そういえばゴーンジだけ虫除けスプレーしてないから。すごいすごい、某蚊の女の子に大人気だね。そんなこと言ってる場合じゃないってば。早く助けてあげて。ゴーは蚊にモテモテです。マルト、チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。ちゃんとお願いしよう。